こんにちは、日本改革徳澤です。ワイドスノー様、ヘゲモゲ様、子猫のしっぽ1号2号様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただきまして誠に誠にありがとうございます。ありがたく頂戴して政治活動資金にさせていただきたいと思います。私の難病、指定難病ですね、全身性拒否症にたくさんの励ましコメントありがとうございました。指のあの先端が短いのはですね、小さい頃発症して指の骨、育たなかったからかな。なんかあのここが人より短いそうであります。あとなんかあの自分の免疫抗体で自分の細胞を攻撃し続けるというですね、余計なことやってるせいで、私あの体力がなくてですね、すぐあの疲れちゃったりするんですけれども、それもその辺なのかな。余計なことずっとあのしなくてもいいことしてんだから、まあエネルギー消耗しててですね、あの人より寿命短いかもしれないな。全身のあの毛細血管が通常より潰れててですね、特にあの指先、ちょっとあの気温が低くなると真っ白くなっちゃいまして、であの他のとこもあの潰れてて、普通の方よりも体温調節があの機能が低下してて、暑いのも寒いのも苦手、暑くてもへばるし寒いのもダメと、肺が硬くなってですね、あの呼吸できなくて死ぬらしいんで、最後にはね、安楽死合法化を推進することにいたします。選べるのと選べないのでは、選べる方が断然文明的と思うんですけど、どうでしょうね。あとあの獣医ですけれども、私、噛みつく犬で、あの安楽死をお願いしたらどこにも断られたなんてお悩みあの来ましたけれども、まあ病気でなら安楽死するけど、病気であの回復の見込みがない、あの噛みつくからって理由ではあのお断りしますって何件かに断られたって言うんですけど、私ね、あの麻布大学で、獣医のメインの仕事、本来の仕事は獣医療技術を用いて、顧客の悩みを解決することであると、動物を健康にするっていうのはサブ目的、二次的なあの目的であって、一番のあの目的は獣医が存在する意義って言ってもいいな。存在意義は技術を用いて顧客の悩みを解決することで教わったんですよ。動物を健康にすることは二次的な手段となるっていうことでね、なもんで、うちの犬よそ様に噛みついて怪我させたらどうしようっていうお悩みを抱えている人にを断るのは獣医の、職務放棄じゃねえかな、思うんですけれども、皆さんどうお考えになりますでしょうか。異論は認めます。まあ、よそ様、自分家の家族噛んでるぐらいだったらいいけど、よそ様噛んじゃったら大変だもんね。大阪心斎橋の宝飾店から6000万円の腕時計を女性店員から奪い、入り口に立ち塞がった男性店員の腹を包丁で刺し、逃亡していた中国人、コウ・ギョハ、27歳、関空で逮捕。これきっと飛行機に乗って逃げるところの前に、捕まえたんですよね。刺された店員はその後死亡されたそうであります。お悔やみ申し上げます。逮捕された時に盗品と凶器も所持していたみたいで言い逃れていきませんね。帰国して飛行機に乗られて逃亡されなくて本当に良かったですよ。入国する時すでに凶器持ってきたそうで、強盗目的で入国したと見て間違いなさそうであります。世論です。強盗殺人って刑期はどのぐらい？無期か死刑。入国時から凶器を用意しているので死刑確定。これは死刑だわ。6280万円とかどんな時計なんだよ。これ私も気になる。なんかダイヤモンドとかいっぱいついてるようなやつですかね。確か犠牲者出たら窃盗した金額が1円でも極刑が視野に入る。死刑判決出たら中国にいる日本人が適当に捕まるんだろうな。日本の警察が舐められてるから、これからこういう事件がどんどん増えるぞ。犯罪目的で入国って、よほど日本の警察はちょろいと思われてるんだろうな。中国の武装警察みたいにぶん殴ったり、
その場で殺したりはしませんからね、日本の警察は。本当に許せません。もう亡くなられた方が本当に気の毒ですよ。強盗する気で教育を用意して入国したそうで、酌量の余地なし、死刑にすべきです。こういうやつは。まるで戦争ですね、これね。中国人が凶器を持って日本に来て日本人を刺し殺すって。戦争ですね。中国国内で何人か日本人が捕まるんじゃないでしょうか。中国人が捕まって死刑になったんですね。尖閣諸島侵入の船長の時は藤田社員が4人捕まったんで、今回は5、6人ぐらい捕まるんじゃないでしょうか。中国国内にいる日本人の方、お気の毒様であります。頼んでないのに日本に来て日本人に被害を与える外国人は侵略罪を適用してですね、日本人よりもずっとずっとずっと量刑を重くすべきなんだよな。だって自分家でですね、自分の親からの財布からお金くすねんどんとさ、わざわざ他人の家に出かけてって、他人の家に侵入して他人の家の財布からお金盗むと罪の重さ違って当然でしょ。窃盗は無期で、強姦は死刑でいいぐらいですね、これね。刑務所の経費が大変だって言うんだったらば、手っ取り早く身体系、もいいですね。ヤクザみたいに指詰めるであるとか、目をもらうとか、玉をもらうとか、そういう身体系でいいんじゃないですかね。長崎市、8月9日の原爆被害者追悼式典にイスラエルを招待せず、鈴木史郎市長、57歳。式典を円滑に実施したいためとか言ってるらしいんですけど、テロ組織ハマス・ヒズボラ側を応援するパヨどものクレームや押し寄せることを恐れたみたいなんであります。現にイスラエルを招待した広島市にはですね、3200件の苦情が寄せられた模様。もちろんパヨどもによって、共産党系のパヨどもによって、本当パヨって本当に本当に迷惑ですね。存在するだけで、イスラエル出席拒否に、抗議し、日本以外の G7 国、アメリカ、イギリス、ドイツ、フランス、イタリア、カナダの6カ国が出席取りやめだって。パヨが殺到するより大事になったってなっちゃったじゃねえか。長崎原爆遺族会会長の本田魂さん、戦争が起こっている今だからこそ各国の大使に足を運んでもらいたかった。長崎市と長崎市長、ことなかれで飛んだことに世論です。長崎市長はパヨなんか、平和式典で堂々とテロリストを擁護する長崎市、パヨにビビりまくってんな。各国バーが二度と来ねえよ。国内報道を見て世界がイスラエルに反対してるって思って勇み足でイスラエルをハブにしたら、みんな来なくて焦って言い訳してるって感じだろ。今更日和る方が意味わからん。この市長が普通におかしいわ。テロリスト用語の長崎市長、締め出しといって何が平和の式典だよ。核使いそうな国を率先して呼ぶべきなのに、全部に声かける方が平和的だろ。まあそうだよね、全部に声かけるのが平和的ですよね。あとさ、イスラエル対ハマスって民主主義国家対テロ組織なんだから、民主主義国家の方を普通に応援せよ。試験です。鈴木資料市長57歳、元国交省の官僚だって。骨の髄まで、ことなかれが染みついてんですかね。経歴見てもパヨっぽいとこないんですけれども、長年創価学会が牛耳るですね、国交省にいると自然とそうなっちゃうんですかね。パヨってしまう。パヨのクレーム3200件よりも会場外で騒がれるよりも大事になっちゃって、これどうすんの。日本の外交に大ダメージ与えましたよね、これ。もはや主張だけで責任取りきれないんじゃないの、これ。中ロ韓は怒らせてもいいけど、 G7 にそっぽ向かれてどうすんの。しかも全部に、バカ市長に任せておかないで、もうこういうね、各国大使も呼ぶようなイベントはですね、外交行事ってみなして国が仕切った方がいいんじゃねえの。広島長崎にですね、武蔵野市の松下玲子みたいな、もともとパヨパヨしい市長が現れたら、もともとひどいことになるよ、これ。中国、ロシア、韓国しか呼ばないとかがさ、やりかねないから国が仕切った方がいいんじゃねえの、こういうのは。資生堂純利益 99.9% 減少。
中国事業大失敗、社長、中国市場の位置づけを見直す、今後は欧米をより伸ばしたい、遅いよバーカ、 99.9% ってなんだって、あからさまに作った数字じゃねえのこれね、世論です。言うまでもないチャイナリスク、これ赤字を粉飾してギリギリ黒字にしてねえか、日用品やめて金持ち向けに特化したツケ、純利益が前年同月期 99.9% 減の1500万円、数字いじくって形だけ黒字にしたのか、手堅いイメージあったけどそうでもないのね、中国の消費のうちは想像以上だな、うわ中国の不況マジなんだな、この社長別姓推しなんだから同情できないと、そっかそういうやつか、中国にばっか注力してそれずっこけたってだけで、まあ予想ついてましたけどね、シチズンとかはいち早く逃げてきたしね、今後は欧米市場重視って言いますけど、欧米は欧米で化粧品メーカー5社万ってあんなねえの、しのぎ削ってるレッドオーシャン、血で血を払う市場なんだねえの、勝つ見込みあるんですかね、資生堂高級化粧品が売れない、まあ真っ先に節約ストーですからね、高級化粧品1本1万円の化粧水を1本500円の化粧水にする、お金が乏しくなってくると真っ先に削るとこじゃないこういうとこは、中国経済は本当に深刻なようで、港区のタワマンの部屋買いまくってる中国人は一体どういう連中なんでしょうね、やっぱり共産党の汚職幹部とかですかね、アンヌ・イダルゴパリ市長65歳、セーヌ川で泳いだパヨなんですけど、喫水のパヨなんですけど、パリ五輪開会式について極右のインメッセージを打ち砕いたとして高く評価、 LGBT が非難する共生の街パリで対立を煽る連中がいる、だって何言ってるかちょっとわかんないですけど、世論です、平和の祭典で打ち砕いてどうする、何と戦ってるんだ、自分の対して高くもない能力と意識という現実に立ち向かってるのよ、多分打ち砕いたもの違いますよなんか別のも打ち砕いたよねこれ、対立を煽る勢力お前らのことやで、打ち砕いといて分断煽ってない体裁はすごい、そういうなんちゃら主義とかは一切持ち込んじゃいけないのでは、いいから皮をきれいにして腹壊さない食事だぜ、どういうとこか世界中に知れ渡ってよかったな、パリがどういうところか何言ってるかわかんないですけど、とにかく裸青塗り男とですね、ヒゲ女装ダンサーがお気に召したんですかね。でもバチカンはあってはならないことだって言ってましたけどね。この市長もバチカンに拒否されて地獄行きですかね。LGBT が非難する共生の街パリで対立を煽る連中がいる。それが極右ってわけですか。自分らと意見が違う人たちを極右と決めつけて対立煽ってんの。どっちだっていうね、どっちですかね、平和の祭典のはずなんですけど、なんで打ち砕く必要あんのかな、そういう思想やね主義主張を五輪に持ち込んじゃいけないんじゃないの、少なくともパリ市長には五輪を開催する資格なかったみたいですね、自分らの政治主張の場にしちゃってさ五輪をさ、だから嫌いなんだパヨは、私はてっきりなんだもんパヨは、今日の単身です、 NTT さん利用が減ったとして電報サービスを中止する方針、これしゃあないですね、年間110本しか利用されてないんじゃね、それ維持するコストに全然見合ってないもんね、今は民間のネット伝統病サービスとかもあり、どうしても電報でないとという場合も大丈夫です、祝電、結婚式に祝電を送りたいとか、そういうどうしても電報じゃないという場合も民間で、やっております、ネットで頼んで、紙に印刷して配達してくれるのっていずれは年賀はがきとかもなくなりそうですね、これね、ネット年賀状、ブラウザ上でネットでデザインできて、文字入力して、で住所も入力して、そうすると業者の方で印刷して送ってくれる紙で、っていうサービスできそうだな、私が思いつくぐらいだからもうすでに悪かもしれないですけどね、食料自給率3年連続で 38% 上向かず、まあ農水省が出してる自給率って世界唯一、日本でしか使ってないカロリーベースっていうおかしな数値なんですけどね、これ使うとですね、輸入小麦粉を使ったラーメンは自給率ほぼゼロになっちゃうんですよ、日本以外の国は全て金額ベースで自給率出してるんですけど、日本だけ頭おかしいからね、農水省、日銀の利上げがなくてもっと円安が続けばね、国産小麦や国産大豆の大復活あったのに残念です。
中国共産党、人民に番号をつけてネット言論を監視すると発表。今までやってなかったのか。どんどん北朝鮮や旧ソ連みたいになっていいんじゃないですかね。それよか日本に犯罪しに行かないように人民教育しろって。中国共産党自体がですね、国を盗んでる犯罪組織だから無理ですかね。巨大な犯罪組織と言ってもいいな、中国共産党。パリ五輪の次のロス五輪の正式種目としてサスケ。が導入されることになりました。はぁって思ったんだけど戦争を想定した近代五種っていう競技で、これは障害馬術、フェンシング、射撃、マラソン、競泳の5種目こなす競技なんですけれども、一見して貴族のたしなみみたいなものが全部詰まってるんですかね。近年ですね、馬術のコストがネックで、競技人口が減って大変だと。そうなー、馬養うの大変ですよね、お金ね。そこで、障害馬術の代わりに選手が様々な障害を乗り越えていくサスケにするんだって。これどうすんだろうね。企画をちゃんと一律にしないと、各国の選手が各国で練習するとき差し支えるよね。これ飛び越えるバーは何センチで高さが何センチとかちゃんとね全部決めておかないと。あとぴょんぴょん乗る箱は縦何センチ横何センチとか全部企画で決めておかないと不公平出ますね。近代五種なんて見たことないな、映像で。競技人口いねえっちゅうから、あれなんですかね、しょぼいんすかね。しょぼいっていうか、もう参加する国、これ無理だな。アフリカとかの国じゃ無理だな、この競技やるの。金すごいかかりそうだもんね。障害馬術、馬をですね、自分の国から開催国に持ってくのも大変ですよね。どうやんだろう、飛行機かな船かな。いずれにしてもすごい金かかるし、すごい手間かかるよね、馬ってだけでね。というわけで、チャンネル登録よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。